はい、皆さん、最近の新日本プロレスやばいです。はい、やばいです。もう挨拶なんかねしてる場合じゃありません。最近の新日本プロレスやばいんです。はい、一体何がね、やばいのかというのを今回ね話していこうと思うんですけど、ちょっと今回はね気合い入れてね、こんな感じでスライドショーを作ってきたんで、こちらを元にね、最近の新日本プロレス何がやばいのかをね、皆様と一緒に考えていこうと思いますので、ぜひね最後までご覧ください。 N ボーイでございます。はい、最近の新日本プロレスがやばいんですけど、一体何がやばいのかということを、これ最初に言うとですね、これこちらなんですけど、トップ選手が不在なんです。はい。今の新日本プロレス何がやばいのか、トップ選手がいないんです。はい。トップ選手がいないんです。はい。まあ、もっと正確に言うと、内藤哲也選手しかいないんです。はい。今の新日本プロレスのトップ選手あげよって言われたら、僕は内藤哲也選手です。で、あともうずっと沈黙してます。はい。だから、内藤選手しかいないんですよ、今新日本プロレスのトップって。もう昔は四天王とかね、まあ三強とかって言われ方してましたけど、今ね一強です。はい、内藤哲也選手一強時代が、今の新日本プロレスでございます。これがね非常にやばいんですよ。どうしてこれやばいかっていうと、内藤哲也選手もちろんねロスインゴベルナブレスデハッポンの生みの親であり、もうプロレス界のカリスマ、はい、もう超絶なる人気を誇ってますし、試合内容も素晴らしい、本当にもう欠点がほぼないんじゃないかっていうぐらいの、最高のレスラーであるのは誰もがね、認める事実であるとは思うんですけど、そんな内藤選手ね結構もうねやはりねまあ言ってしまうとトップを張れる時間っていうのがもう残り少ないと僕は思ってるんですよね。やっぱその長年の、膝のダメージ、最近だとやっぱ視力のダメージというのもありますし、まあ内藤選手も言うてなかなかいいお年なんで、そんなに言うてもトップを張れる時間って内藤選手残されてないんですよね。なのにもかかわらず、今の新日本プロレスって、その内藤選手しかトップがいないんですよ。内藤哲也選手も万全なコンディションじゃないのに、そんな状態の内藤哲也選手でしかトップを張れないっていう、この現状が今新日本プロレス、非常にまずいんですよね。一体どうしてじゃあね、こんな内藤選手一強時代に、なってしまったのかってことなんですけど、これはもう理由はすごくシンプルで、岡田和親選手とウィル・オスプレイ選手の対談があまりにもデカすぎたからです。はい、もうほんとね、この岡田選手とオスプレイ選手も説明するまでもなく、抜ける前まではもう新日本プロレスの、4強というかもう2強と言ってもいいぐらいの、存在でした。まあ、岡田選手オスプレイ選手がいて、次時点でまあ内藤選手真田選手あたりがいたのかなって感じだったんですけど、今岡田選手とそのオスプレイ選手が抜けてしまったのがやっぱり一番、でかいですね。でしかもこの岡田選手とオスプレイ選手に関して言うと、まだ先がすごい長いんですよ。この先数十年は、トップを張れるであろう2人の対談っていうのは、これがやはり非常に痛いんですよね。まあ、オスプレイ選手まだ30代前半だし、そんなに大きな怪我もしてないんで、まだまだ本当にあと10年20年は、プロレス界のトップ張れる逸材でしたし、まあ、岡田選手に関しても結構まあ年は、そこそこまあ来てはいましたけど、まあ大きな怪我も一つもせずに、やっぱものすごいコンディションの良さだったんで、まああと数十年は全然日本のプロレス界をトップで走れる、本当レインメーカーだったんですけど、その先がある2人が抜けてしまったのがあまりにもやはりダメージとしては、まあ、ちょっとデカすぎたと言いようが、ないです、他の言葉が。はい、もちろん他にも、J. ホワイト選手とか、タマトンガ選手なんかの対談もやっぱ非常に、大きいと思いますね。もうタマトンガ選手なんかも本体のエース候補として、着実に人気が出ていたところだったのに、WWE に行ってしまいましたし、まあ J. ホワイト選手に関しても正直もうトップ選手の仲間入りしてましたし、なんなら岡田選手に勝ち越してる唯一のレスラーと言ってもいいレスラーだったのに、その J. ホワイト選手も若くして AEW にね、行ってしまったっていう、やっぱこのあたりが非常に、大きいと思います。だから今の新日本プロレスっていうのは正直選手層が厚いって言われ方しますけど、確かに選手層は厚いんですよ。選手の数は多いし、やっぱ非常に質も高いんですけど、でもトップ層っていう本当のトップ層っていうのが今ね非常にスカスカなんです。内藤哲也選手しか、いないっていう、この現状が今新日本プロレス非常にやばいです。はい、
一体どうしてね、こうなってしまったのかと。まあもちろんオスプレイ選手、岡田選手の対談、それももちろん、可能性としてはめちゃくちゃでかいんですけど、その二人が抜けてしまっても、仮に、他の選手が育っていれば、そこで穴を、埋めることができたんですよね。もともと新日本プレスっていうのはそういう、トップ選手が抜けた時の穴を埋めるのは非常に得意な作業で、まあちょっと前も AJ スタイルズ選手とか、中村慎介選手っていうトップ二大選手が抜けたんですけど、でもその穴を新日本プレスっていうのは内藤哲也選手と、ケニー・オメガ選手で見事にまあ埋め切ったわけなんですよ。だから、今回も大丈夫だろうっていうふうに思ってたんですけど、ただ今回ちょっとですね、その次期エース候補たちっていうのが少しね、爆発力不足なんですよね。例えば、まあ、真田選手、イービル選手、ザック・セイバージュニア選手、高木慎吾選手、ジェフコブ選手、デビッド・フィンデー選手、まあ、このあたりの選手は岡田選手、オスプレイ選手が抜けた穴の次の候補として、まあ、一番真っ先に名前が上がる選手たちだとは思うんですけど、正直この選手たちもまだやっぱり穴は、埋め切れてないんですよ。はい。イービル選手とかも最近ね、挑戦したりとかしてましたけど、やっぱり穴を埋め切れてないんで、今この岡田選手とオスプレイ選手の穴を、埋められるレスラーっていうのが今新日本プロレスって存在してないんですよね。この今挙げた6人の選手たちっていうのも、ポテンシャルはめちゃめちゃあるんだけど、あと一つ言うと爆発力が足りなくて、岡田選手とオスプレイ選手の穴が埋めれてないんですよ。この現状っていうのがどうしても今新日本プロレスっていうのはもう半年ぐらい続いているんで、どうしてもトップ選手の駒不足っていうのがもう本当にやばいです、これマジで。で、さらに言うと、その新世代組へのバトンタッチっていうのが間に合わなかったんですよね。今、新日本プロレスっていうのは、令和闘魂三銃士の3人を筆頭に、上村優也選手とかね、藤田選手とか、大岩選手とか、あとはボルチンオレック選手とか、あとまあゲイブ選手とかもいらっしゃるんですけど、これらの選手非常に優秀だし、めちゃめちゃ育ってきてはいるんですけど、言うて、まだやはり育成期間というか、まだもうちょっとやっぱ時間が欲しいんですよね。だから最悪、オスプレイ選手か、岡田選手のどっちかでも残っていてくれてれば、まあその二人のどっちかと内藤選手で新日本プロレスを底上げしていって、この新世代組への、格上げっていうのをやって最後にバトンタッチをしていくっていう流れは、できたと思うんですけど、この両方がいなくなってしまったことによって、今内藤選手しかいないんですよ。で、内藤選手も内藤選手で正直そんなにコンディション良くないんで、その新世代組のバトンタッチ役っていうのが一人でなんか荷が重いということから、全くその新世代組へのバトンタッチが間に合わないまま、育ち切る前に、トップ選手が抜けてしまったんで、今すごいやっぱこのトップ選手っていうのが、スカスカになってしまってるんですよね。いや、本当にこれはもう本当しょうがないことではあるんですけど、どっちだかでもね、対談があと1年長引いていれば、状況はだいぶ変わってたかなっていうふうに思います。あと1年だけでも、オスプレイ選手か岡田選手のどっちかが残ってくれて、新日本プロレスにいてくれたら、もうだいぶ状況は、変わったかなっていうふうに思います。だからここが正直、新日本プロレスはかなり、タイミング的にも、やばいというか、やばいです。はい、やばいです。はい。じゃあどうしたらいいのか、今すぐじゃあトップ選手に、トップ層にね、押し上げるべき選手たちっていうのをすごい簡単にまとめてみたんですけど、まずこの左上ですね。この左上の段っていうのは、この3人っていうのは、もう問答無用で今すぐトップ選手にしてもいいこの3人が、僕個人的に、ザック・セイバージュニア選手と、デビッド・フィンデー選手と、あと高木慎吾選手。この3人はもう本当に今すぐ問答無用で、トップ選手に押し上げても、いいと思います。もうザック選手は言うまでもなく、もう新日本プロレスの外国人エース候補ナンバーワンですし、まあ、ちょっと確かにその試合スタイルがまあ地味めというか、まあ関節はサブミッション主体なんで、ちょっとまあ地味めではあるんですけど、まあ、それでももう日本への忠誠心とか、知名度、実力に関してはもう間違いなくトップレベルなんで、もう本当次期エース候補として今すぐ押していい存在だと思ってますね。で、デビッド・フィンデー選手に関しても、もうバレットクラブのリーダーってこともありますし、あとまあ彼の場合は逆にザック選手と違って非常に、映える技が多いんですよね。イントゥーザオブリビオンとかね、トラッシュパンダ兼イントゥーザオブリビオンとか、あとなんですかね、デッドゲームだっけ、新フィニッシュムーブの、エンドゲームかな、技もやっぱ非常に映えるんで、まあ、非常にいいレスラーだと思います。ただフィンデー選手に関して言うと、ちょっとやっぱ歴代バレットクラブのリーダーたちの存在感がでかすぎて、フィンデーじゃまだ務まんないよっていう、なんかそういう目線があるんですけど、逆にそこさえ取っ払えれば、デビッド・フィンデー選手も本当に今すぐ、トップ層に押し上げる
べき選手だと思いますし、あとまあ日本人選手でいうとも高木慎吾選手、僕は一択かなっていうふうに思いますね。確かに年齢面では内藤選手と同い年なんですけど、高木慎吾選手に関しては正直欠点がほぼほぼない。マイク完璧、試合内容完璧、ビジュアルもいい、支持率も高い、海外人気も高いってことで、もう高木慎吾選手に関しては正直今すぐ押し上げない理由がない筆頭候補なんで、もう今すぐトップ選手に押し上げて、欲しいなって気はしますね。はい。まあ、この3人を筆頭に、あとは左下、こちらは、時点ですね。ちょっとまあ癖はあるんだけど、でも全然トップ選手いけそうな4人っていうのが、イービル選手、真田選手、まあ、辻陽太選手、ジェフコブ選手ね。ちょっとまあ簡単に特徴を挙げると、まあ、イービル選手は僕正直、トップ層に入れてもいいなとは思ってるんですけど、ただやっぱイービル選手って結構癖が強くて、まあ、完全にヒールとしての親玉として挙げていくんですけど、なかなかハウスオブトーチャーのやり方っていうのがその強さというよりかは、まあ、どっちかというと小ずるしさとか、小賢しさとか小ずるしさとか、なんかそういう部分が目立つやり方が多いんで、あんまりやっぱその強いっていうイメージが、まあ、どうしても湧きにくいんですよね。ってことから、まあ、ちょっとそのトップ選手の一個下なんだけど、たまにトップ選手にも勝てるぐらいのなんかそういうポジションに、今落ち着いてきてるので、まあなんかそこをちょっと改善できれば今すぐトップ選手に行ってもいいと思いますね。で、真田選手も、もともとまあほんと4強に足片足入れてたんですけど、ちょっとやはりその発言力の弱さとか、まあ自己発信力の弱さとか、あとマイクの弱さで少し、毎回下がってはいたんですけど、逆にそこさえ突破できれば、まあ真田選手のいつでもトップ層いけるんで、まあここも本当にそこだけかなっていうふうに思います。で、まあ辻陽太選手も本当にちょっとまだ早いなとは正直思うんですけど、ただ今新世代組の中でやっぱ辻陽太選手っていうのは頭2つぐらい抜けてるんで、まあ、本当にあと1つ結果だけつけば、まあ、辻陽太選手もトップ層いっても僕はいいと思います。であとジェフコブ選手も同じくちょっとまあ発信力をもうちょっと上げれば、トップ層でも全然いいと思いますね。はい。であと右のこの4人っていうのは、こちらはまあ、次世代組ですね、令和闘魂三重賞の3人と辻選手を除いた2人と、ゲーブキッド選手とカナムニューマン選手とあと藤田選手、大岩選手、こちらの4人も、やはりまあ本当にまあちょっと今すぐトップ層ってわけではないんだけど、まああと数年後間違いなく新日本プロレスを引っ張っていく存在になるんで、まあこの選手を育てつつ左の6人7人か7人でトップを回していくって形がまあ一番今は理想かなっていうふうに思うんですよね。まあとにかく今新日本プロレストップ選手が完全にスカスカなんで、まあ左上の3人ザック選手、フィンデー選手、高木慎吾選手は今すぐ僕は本当にトップ層に上げて4強状態にしちゃってもいいんじゃないかなっていうふうには思ってますね。はい。で、まあ、ここまで話してきたんですけど、つまり何が一番言いたいかっていうと、まあ、新日本プロレス、来年が勝負だなと思ってます。で、今年は僕正直、耐える年だと思ってます。今年は本当にもう内藤哲也選手っていう存在が、新日本プロレスの生命線。もしここ内藤選手が何かしらの、例えば怪我とかをして、長期欠場した場合、これ結構新日本プロレス僕正直、もうめちゃくちゃやばいと思ってます。だから本当に今っていうのは、内藤哲也選手一人で、新日本プロレスを支えてるっていう状況に僕は近いと思ってるんで、内藤選手は本当に今年の生命線、もう2024年は内藤選手が新日本プロレスを引っ張っていくと。ただ言うてやっぱ内藤選手一人ではあまりにも荷が重すぎるし、まあ1年間ずっと内藤選手がチャンピオンだとマンネリにもなってしまうっていう意味で、そこでまあ救世主として現れたのが、現チャンピオンのジョン・モクスリー選手であると。まあ彼であれば、新日本プロレスの他団体ではあるんですけど、まあニュージャパンにも何度も上がってますし、日本のファンからも知名度あるし、海外からの知名度もあるし、あとまあ実績と信頼もあるんで、内藤選手しかいない新日本プロレスを救える存在として、まあジョン・モクスリー選手というのが一時的に、ベルトを預かって、まあこのベルトの、まあ価値とあとマンネリ化防止という役をね、担ってくれていると。でおそらくまあフォービデンドアでジョン・モクスリー選手は内藤選手相手にベルトを落とすと思うんですけど、まあやっぱそのこのジョン・モクスリー選手期間があっただけでも、やっぱ内藤選手一強時代、2024年イコール内藤哲也選手しかいなかったじゃんっていう印象が、まあやっぱ揺らぐ、和らげることができるんで、本当にジョン・モクスリー選手がいなかったことを考えたら、僕はマジでめちゃめちゃ、恐ろしかったです。本当に、うん。いや、プロレスっていうのは、ライバルいてこそのプロレスなんで、一強時代って正直あんまり面白くないんですよね。その選手しか見どころがいないんで、やっぱその選手と対抗できうる選手がいないと、やっぱ相手がいないとプロレスってできないんで、まあそういう意味では本当にジョン・モクスリー選手はマジで、いてくれてよかった存在ナンバーワンだと思いますね。で、まあその内藤哲也選手はおそらく 1.4 までベルト持ってるとは思うんですけど、今年のまあ G1 優勝者っていうのが、次のトップ選手最有力候補で、まあ、
間違いないかなと思います。で、僕はぶっちゃけこの11番の優勝者っていうのが来年の 1.4 で内藤選手に勝利してベルトを奪うと思ってるんですけど、やっぱここの G1 クライマックスで優勝した選手っていうのを、まあ次の、まあ本当岡田選手とオスプレイ選手が抜けた穴に一人入る形に、なるのかなっていうふうに思います。だからそういう意味でも今年の G1 クライマックスっていうのは、まあめちゃめちゃ、重要だと思ってますね。はい。で、結構まあ僕新日本プロレスやばいって言ってきたんですけど、まあ確かにやばいんですけど、でも次期エース候補たちっていうのは、確実にね、育ってきてます。さっきも言ったんですけど、この、令和闘魂三重士とかね、ゲイブ選手とか、カラム・ニューマン選手とか、藤田選手、大岩選手なんか、間違いなく、めちゃめちゃ素晴らしい選手になることはもう約束されてますし、全然みんながトップ選手いける、実力持ってるとは思うんですけど、言うてまだ少しね、彼らをトップ選手に押し上げるには時間が必要なんで、ここさえ耐え忍べば、新日本プロレスは全然また全盛期以上の力を、取り戻せると思ってるんで、確かに今結構新日本プロレスやばいんですけど、まあ内藤哲也選手を筆頭になんとか支えて、まあ来年以降の爆発に僕は、期待したいかなっていうふうに思います。というわけでね、今回まあ新日本プロレスがねやばいという話をしてきたんですけど、確かにまあやばいんですけど、未来もねめちゃめちゃありますし、光も確実に見えてますんで、今後ともね新日本プロレス応援していきましょう。というわけで今回のお話は以上になります。また次回の動画で会いましょう。以上。